ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、何食べてるんだ？ホタテよ。ホタテは生でも焼いても美味しいから大好きなの。ああ、中国へのホタテの輸出がストップしてるから、生産者さんへ支援を。ってやつだな。ん？何の話？美味しいから食べてるだけなんだけど。霊夢は、処理水放出後に中国へ海産物の輸出ができなくなってることと、中国の人から日本に対して迷惑な行為が行われてるって話、知らないのか？迷惑行為？何それ？どうして？じゃあ今回は、処理水放出後に中国からされた迷惑行為を解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ねえねえマリサ、なんで中国が日本に迷惑行為なんてするの？それは、東京電力ホールディングスが2023年8月24日から、福島第一原子力発電所の敷地内に溜まる処理水を、海に放出し始めたからだぜ。福島第一原子力発電所って言ったら、2011年3月11日の東日本大震災の時、大きなアクシデントが起きた場所じゃない？そうだな。アクシデントが起きた後、汚染水を処理した水を保管するスペースがなくなるって理由で、日本は海洋放出を決定したんだ。それで中国が怒ってるの？そうだぜ。危険なものを海に垂れ流すな。そんな海で採れた海産物は食べられない。って？食べたら危ないの？日本政府は、適切な処理をしているから安全だって言ってるぜ。それって本当？じゃあちょっとだけ、処理水の話をしようか。はい、お願いします。海に放出している処理水は、放射性物質で汚染された水を処理したものだ。だから汚染水じゃなくて処理水っていうのね。そうだぜ。2023年8月31日に、元農林水産大臣の野村哲郎さんは、関係閣僚会議に出席した後、処理水を汚染水って表現して記者団に説明してしまったぜ。あや、岸田首相からの指示を受け、直後に謝罪と撤回をしたんだけど、2023年9月13日に発足した第二岸田、第二次改造内閣で、農林水産大臣は宮下一郎さんに代わったんだ。そうなんだね。ねえマリサ、そもそもだけど、どうして海に放出しないといけないくらいの量の水が溜まってるの？2011年にメルトダウンを起こした福島第一原発1号機、2号機、3号機に水を入れて、溶け落ちた核燃料を冷やしてるからだぜ。それに加えて、雨水や地下水が流れ込んでくるからな。そのため、1日およそ100トン以上の汚染水が発生してるんだ。そんなにたくさん？そのままだと、汚染された水がどんどん溜まってしまうだろ？汚染水がいっぱいになるわ。だから、今度は汚染水に含まれる放射性物質の大半を取り除くために、アルプスを使って浄化をするぜ。アルプス？だ、各種除去設備のことだな。放射性物質が規制基準以下になるまで浄化処理をした後、基準を満たしているか実際に測定される。だけどアルプスで、全ての物質が取り除かれているわけじゃないんだ。残っている物質の一つがトリチウム。トリチウム？トリチウムは、日本語では三重水素と呼ばれる水素の仲間だぜ。それは除去しなくても大丈夫なの？トリチウムは水分子の一部だから、アルプスで取り除くことができないんだ。でも、トリチウムは雨水や海水、私たちの体の中にもわずかだけど含まれてる。そうなんだ。自然界に広く存在してる物質だぜ。自然界にあるんだったら問題ないわね。だけどトリチウムが体の中に入ると、DNA を傷つけてしまうメカニズムはあるらしい。でも大丈夫、DNA には修復する機能があるんだ。へぇ？ DNA は日常的に傷ついてるんだぜ。紫外線や食べ物の中の発がん物質、タバコや環境の中にある化学物質、傷つける要因は至るところにあって、1日1細胞あたり、1万から100万箇所の頻度で損傷を受けているそうだ。知らなかった。そのトリチウムの濃度が、放出の条件として国の定めた基準の40分の1を下回るように、100倍以上、海水を混ぜ合わせて薄めるんだ。その後、海底トンネルへ流れ出た処理水は、沖合1キロにある放出口から海に流されるぜ。なるほど。でも、中国の人たちは安全って思ってないのよね？だな。ところでマリサ、中国の人たちはどんな迷惑行為をしてくるの？まず、SNS にデマを書き込んでるぜ。デマ？この画像を見て。何これ、広がってる？この画像は、日本語で発信する中国のインフルエンサーが、SNS に投稿した画像なんだけど、福島第一原子力発電所から放出された処理水が、世界に広がっていく様子を、ドイツの研究機関が、シミュレーションした画像なんだそうだ。
ええー、そんなシミュレーションしてたの？世界へ広がっちゃうならまずいんじゃない？いやいや、実はこの画像、アメリカのノア、米国海洋大気庁が、東日本大震災の後で、津波の広がりを示した画像なんだ。処理水の話と全然違うじゃない。他にも、この画像は中国の人が日本人に処理水放出の様子って、送ってきたんだぜ。何？この画像？黒い水が広がってるわ。これは2020年に撮られた動画で、メキシコのアカプルコ湾に、未処理の下水が流れ込んでる動画なんだ。一体、何があったの？下水管が破損しちゃったみたいだな。それを処理水放出と偽ったってこと？呆れちゃうわ、嘘だってすぐバレるのに。日本人だったら、この映像を見せられてもデマだってすぐにわかるけど、日本を知らない人たちが見たら、信じちゃうんだろうな。ええ？こんな話もあったぜ。福島県の海域で、放射能で突然変異した魚が捕獲されたって、中国の SNS に投稿されたんだ。ほんと、でも、そんなニュース見たことないけど？見たことないだろうな。これは2015年に SNS へ投稿されていた画像を使い回したやつで、取れた魚も福島県の海域じゃなくて、北海道の知床周辺の海域で撮影したものだったんだ。これもデマだったの。マリサ、突然変異したって言われた魚って何？オオカミウオだぜ。ええー、失礼ね。突然変異なんてしてないわ。チャーミングなルックスじゃない。霊夢、コロナが落ち着いて中国からの観光客も増えてきただろ？そうね。その観光客の中にも、デマを SNS で拡散する人がいるんだぜ。ええー、どんな風に？スーパーの値引きのシールを写真に撮って、SNS に投稿するんだ。私、生鮮商品に値引きシールが貼られてたら、迷わず買っちゃう。お得だもん。そうなんだ。でも値引きシールを投稿してバズるのかな？写真にはこんな言葉をつけて投稿するんだぜ。海鮮のみ割引シールを貼り始めた。こんなにいいエビも半額割引。今や日本人すら、日本の海鮮を食べないことになってるってデマを書き込んでるんだ。ええー、それは、海産物が汚染されているから、日本人も食べないって言ってるの？ひどい、どうしてそんなデマを流すんだろう？マリサ、中国の人ってスーパーの値引きシール知らないのかな？中国にも割引ってシステムはあるみたいだから、知っててデマを流してるんだろうな。そして、処理水放出後ひどいのは、迷惑電話だ。迷惑電話？わざわざ中国から国際電話で迷惑電話をかけてくるの？そうだぜ。暇？なのかな？どうだろうな。放出が始まった8月24日から28日にかけて、福島県庁には86で始まる迷惑電話が、1000件近くかかってきてるし、東京電力には、6000件以上迷惑電話がかかってきてるんだ。6000件？ところでマリサ、86って何？中国の国番号だな。ちなみに日本の国番号は81。海外から日本に国際電話をかける場合は、最初の0の代わりにプラス81って入れるんだ。そうなんだ。マリサ、中国からかかってきた電話って、すぐにわかるもんなの？こんな感じで表示されるみたいだぜ。かかってきた電話を取ると、どうして処理水を海洋に流したのか。あなたたちは頭が悪いよ。中国に核汚染水を流して。って日本語の音声が流れてくるんだ。理解できない中国語でまくし立てられたり、日本語で罵られたりした人もいるんだぜ。ひどい、そんなことされると嫌な気持ちになるわ。福島市内にあるラーメン店も、お店に900件ほどの迷惑電話がかかってくるから、営業できずに困ってるって話してたな。大変だと思うわ、電話に出ないわけにもいかないもんね。福島と関係ない場所に、電話がかかってくることもあるんだぜ。関係ない場所って？例えば、東京都内のクリニック。え？東京の病院にかかってくるの？それも迷惑電話は深夜にかかってくるんだ。深夜に迷惑電話なんてされたら、寝られないわ。他にも、東京に店を構えている会員制のバーに迷惑電話がかかってきてるんだぜ。それって、営業中に？そうだな。ずっと鳴り続けているから、着信音を消して対応しているそうだ。本当に迷惑ね。白い恋人などの商品を製造販売している、札幌のお菓子メーカーにも、86の番号で迷惑電話がかかってきてるんだ。北海道にも、それから、福島と福岡を間違えたのか、福岡市内のライブハウスにも中国からの着信が何度もあって、福岡県内に住んでいる個人宅にも、迷惑電話がかかってきてるようだぜ。福岡、でも個人の電話にかかってきたってことは、番号が漏れてるのよね。それはそれで、怖いわ。どんな人が迷惑電話をかけてくるのか？
それを知りたかったある記者が、リダイヤルをして取材を試みたんだ。そしたらなんて言ってたの？迷惑電話の発信元に電話をかけると、出たのは14歳の女子中学生だった。14歳？まだ子供だわ。その14歳の女子中学生は、SNS に投稿された日本に迷惑電話をかける動画を見て、真似して友人5名と電話をかけたらしい。動機は、刺激が欲しかったんだって。そんな理由で迷惑電話をしたなんて。記者が複数の電話番号へリダイヤルをしてみると、電話に出たのは、ほとんどが若い男女。処理水の海洋放出に対して、批判をしていた人もいたようだけど、多くの人たちは、特別な意見があるわけじゃなくて、軽い気持ちだったそうなんだ。え？軽い気持ち？他にも、そんなに悪いことをしているとは思っていないとか、迷惑電話をかけて達成感を覚えたとか、ただ SNS に出回っている電話番号へ、暇つぶしにかけたって人もいたようだぜ。やっぱり暇だったんだ。中国の人たちがこんな迷惑なことをしてるって、中国政府の偉い人たちは知らないのかな？中国外務省の報道局長は、状況を把握していないって言ってたな。本当かな？知ってて、知らん顔してるんだろうな。どうして？中国国内では、SNS で処理水を心配する必要はないって投稿も挙げられてる。そうなの？だけど、その投稿は3日後に削除されてしまったんだぜ。なんで？政府の意向と異なる内容だからだな。中国では、海外の情報が流れ込むことを防ぐために、ネットなどの情報規制をしているんだぜ。都合の悪いことを国民に知られたくないってことね。そうだな。だから基本的に、Google など海外の検索サイトや、Facebook、X などの SNS は見ることはできない。そのため、Weibo やビリビリといった、独自の SNS が発達しているんだ。へえ、そうなんだ。しかし、中国では禁準と言われる、ネット検閲システムがある。ネット検閲？検閲って強制的に調べることでしょ？そうだぜ。SNS の内容も厳しく管理していて、政府の意向と異なる内容のものは、削除されてしまうようだ。じゃあ、ダダ漏れてる日本の電話番号や、SNS に投稿されている日本に、迷惑電話をかける動画が削除されない理由は、政府が容認しているからってこと？そういう風に捉えることもできるぜ。中国のメディアが日本を批判したり、中国政府が強硬措置を取ったりするのは、国民からの人気取りなんだ。自国民から支持されたいってことね。背景としては、現在中国の経済の状況が非常に悪くて、若者の失業率が高くなってる。特に、16歳から24歳の若者の失業率が上昇している。深刻な問題だわ。その不満が中国政府へ向かってこないように、国民の安全を守るという大義名分のもとで、外に目をそらすガス抜き的な部分もある。なるほど、自国の問題から目をそらすために、日本を標的にしているってことね。でもそれじゃあいつまで経っても、問題は解決しないと思うんだけど。まあ、中国国内の問題は、山積みのようだからな。ねえマリサ、処理水を海に放出してるのって、日本だけなの？それはいい質問だぜ。実は世界中で海に放出されてるんだ。うわぁ、ほんとだ。あれ？中国も入ってるみたいだけど。そうだな。それに、日本が海に放出している数字より大きいような気がするわ。気のせいじゃないぜ。2022年に、一般社団法人日本原子力産業協会が公表したデータによれば、中国の原子炉数は51基で、世界第3位。3位？建設中の原子炉19基と、計画中の原子炉は24基あって、順調に建設されたら、中国の原子炉数はアメリカと同じくらいになるんだ。そんなにいっぱいあるんだ。そして、2021年に中国の原発施設から海に放出されたトリチウムの量は、17箇所の観測地点のうち、13箇所で福島が処理をする年間放出予定量の上限を超えていることが、中国の公式の資料でわかったんだぜ。浙江省の新山原子力発電所は2021年の1年間に218兆ベクレルのトリチウムを放出していたぜ。これは福島第一原発の放出計画が設ける年間上限の約10倍に当たるんだ。10倍？他の原子力発電所でもたくさん海に放出しているようだぜ。ああ、ほんとだ。中国もいっぱい海に流してるじゃない。それに日本の政府関係者によると、中国は自国の原子力発電所から出るトリチウムの放出について、周辺国との間で合意もないし、説明もしてないって言ってたぜ。中国の人たちって、自分たちの国のことを知らされてないのかな？
中国は情報が規制されているから、国にとって都合の悪いことは知らされないんだろうな。そうか。でも、私たちも国のことを全部知ってるかって聞かれたら、知らないこともあるわよね。今回は福島第一原子力発電所から、処理水が海へ放出された後に、中国の人たちからされた迷惑行為を解説したぜ。自然を壊さないために、声を上げることって大切だと思うけど、人に迷惑をかけるのは違うと思うの。デマのない情報が伝わるといいな。私たちにも、嘘偽りのない情報を国は発信してほしいわ。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。